できる人は自学自習が大好き。こんにちは、 YouTube 図書館のアッキーです。それでは今回は自学自習の極意について解説していきます。インターネットは驚くほど便利です。スマホがあれば指一本で世界中の情報を調べることができます。しかし情報を流し読みするだけではあなたの思考が深まることも賢くなることもないです。インターネットを活用すれば確かに知識は増えます。しかし多くの情報から正しいものをあなたは見極める必要があります。またバラバラの知識を拾い集めて、それぞれのつながりを見つけて、蜘蛛の巣のように知識のネットワークを広げる必要もあります。そこで初めてあなたの思考が動き出します。一つ一つの知識の意味とつながりを見つけることによって全体的なものの見方ができるようになります。具体的にはインターネットで講義を聞いたり、興味関心のある情報に触れたり、本を読むことで知識を定着させます。情報の波に乗って知識を広げるだけでなく、読書でも深めてください。それが本当の意味での自学自習です。デジタルとアナログのツールを並行して活用することで、学んでも学び尽くせないほどハイレベルな自学自習ができます。今は最も自学自習の環境に恵まれた時代です。本を読むのも電子書籍で読むことができます。 YouTube 図書館だったりオンラインの講義を聞くこともできます。ネット情報を見るだけの時間を浪費する毎日を過ごすのか、それともインターネットも本も両方活用して知性と教養を身につけて人間的に成長して豊かな人生を生きるのか、両者の明らかな違いはたった一つ、自学自習力の違いです。この本は学生時代から読書をベースに自学自習を続けてきた斉藤隆先生が自学自習の極意を解説しています。やる気はあるのに自学自習が続かない、自学自習で人生のステージを上げたい、自学自習によって今の人生を変えたい人には今すぐ役立つことが数多くまとめられています。その中から厳選してこの動画では自学自習のポイントを9個解説していきます。やる気が出た、もっと知りたいと思った人はいいねやコメントをください。自学自習のポイントの1個目、2週間単位でペース配分をする。人の情熱や集中力は残念ながら長続きしないです。やる気満々で机に向かっても1時間も経たないうちに席を立ってしまうのはあなたが悪いわけではなく集中力の問題です。集中力はずっと続かないです。ポイントは集中力は続かないという前提で自学自習のペース配分を考えてください。毎年1月1日になると今年は〇〇をすると1年の計画を立てる人がいます。でも1年間も続けられると思って計画を立てること自体に無理があります。情熱とやる気が持つのは長くても2週間が限界です。何か計画を立てる場合は1年どころか1ヶ月先でも当てにならないです。そのため2週間を自学自習の一つの区切りにしてください。2週間続かない勉強はそもそもあなたに向いていないか、やり方があなたに合っていない可能性があります。逆に2週間続けられればどの程度できるか感触がつかめるため、さらに2週間続けるための計画も立てやすくなります。自学自習は締め切りがないことが多く、気が緩むとあっけなく挫折してしまいます。挫折を回避するためには無理なく実践できる期間を最初に決めることが大事です。2週間が長いと感じる人は最初は1週間や3日で区切っても OK です。自分に合ったペースを見つけて自学自習をしてください。2個目、隙間時間を活用する。斉藤先生は常に本を持ち歩いています。電車の移動時間の数分でも隙間時間に本を読み進めています。また次の予定まで30分も時間があればカフェに入って読書をするようです。ランチの時や仕事が終わって家に帰るまでの間など毎日どこかに隙間時間があります。そこを読書に当てれば2週間で2冊から3冊読むことができます。細切れでもいいのでちょこちょこ読み進めることが習慣化への近道です。また大切なのは隙間時間をより有効に使える自分に合った環境選びです。僕は学生の頃、公認会計士試験の勉強をするときは必ずベローチェというカフェで勉強をしていました。そ
こで勉強をすることが自分に適していると感じたからです。もちろんカフェよりも図書館が集中できる人もいます。あなたが最も集中できる自分に合った環境を選んで、その場所を有効に活用してください。3個目、自分に合う学びのツールを活用する。最近は便利なアプリやツールが増えています。学び方も多様化しています。本を紙で読みたい人もいれば、電子書籍に慣れている人もいます。また耳で聞くことができるオーディオブックや音声メディア、授業やセミナーの動画もたくさんあります。学びのツールを組み合わせて、その時の気分や環境に合ったものを上手に活用すれば、自学自習は自然と習慣化できます。特に耳で聞くことに慣れている人は、ながら勉強を習慣にするといいです。音声によるインプットは、散歩をしながら、料理をしながら、電車に乗りながらなど、何かしながら学べる点が最大のメリットです。この YouTube 図書館も同じように活用できます。隙間時間をうまく使って動画を見たり、耳で聞くだけでも自学自習になります。ぜひ活用してみてください。4個目、ペンキ上塗り方式で勉強をする。小学校や中学校であなたが受けた小テストは、実は非常に効果がある勉強法です。勉強で重要なのは、何が分かっていて何が分かっていないのかをしっかりと確認することです。斉藤先生は、読みかけの本を開く前に、これまで読んだ内容を頭の中で必ず復習するようです。その後本を開いて確認すると、自分の記憶の何が正しくて何が間違っているかが分かります。覚えたことを短時間だけでも復習すると、読んでもすぐに忘れることが減っていきます。一歩進んだら、二歩目を踏み出す前に半歩下がって、知識の記憶漏れを上塗りしていくイメージです。これがペンキの上塗り式勉強法です。学びが続かない人の特徴として、よく見られるのは、初めだけ完璧主義になって時間を取られて、途中から同じレベルを維持できずに諦めてしまうパターンです。ペンキ塗りに例えると、最初の部分しかペンキを塗っていないのに途中で投げ出すイメージです。それよりはざっくりと塗って、続きに取り組むときに前回塗ったところをまた塗り直せばいいです。この勉強法は東大生もよく使っています。東大生はいろいろな問題集にあれこれ手を出さず、定評のある問題集を4週5週と繰り返し解く人が多いです。大事なのは、あなたがペンキを塗る手を休めないことです。毎日体を動かして少しずつでも上塗りしていくと、記憶したことが簡単に忘れなくなります。短時間でも集中しながら本を読み進めるようにしてください。5個目、音楽を聴いて集中モードに入る。今はスマホとイヤホンがあれば、どこでも音楽を聴ける便利な時代です。電車の中やカフェでも自分が集中できる音楽を聴いて頭を切り替えることができます。普段から音楽を聴く人は、自学自習に合う BGM としてふさわしい音楽は何なのか、いろいろ試してみてください。音楽を聴く習慣がない人は、一般的に集中しやすいと言われている音楽を試してみて、自分に合ったものを見つけてください。例えばクラシック音楽は集中にいい影響を与えると言われています。また曲の聴き方にも一工夫することがあります。それは一曲だけをリピートすることです。同じ曲だけ繰り返し聴いていると、だんだん頭が麻痺してくるため、音楽を聴いているようで聴いていない気分になります。ぜひ音楽も活用して、自分の勉強をより有効にしてください。6個目、通信教育を自学自習と併用する。2020年から世界で感染拡大した新型コロナウイルスの影響で、日本でもオンライン学習が急速に広がりました。忙しい仕事の合間に勉強したいビジネスパーソンは多いです。そんな人にとって、通信教育を自学自習と併用することは非常に有益です。自分で本や教材を選んで勉強する自学自習は、どのくらい知識が定着したか客観的に見ることが難しいです。その点、通信教育を併用して課題に取り組めば、勉強の成果が可視化されて、先生からフィードバックをもらうことができます。生徒と先生の双方向的なやり取りは、やる気と継続力につながります。また社会人向けの通信教育は、受験勉強のようにやらされ感がないところも自学自習と相性がいいです。自分が興味関心のあるテーマを選んで、その専門家の講義を受けて、場合によっては他の受講生とディスカッションしてください。
資格試験の勉強や本で学べることは自学自習で進めながら、通信教育やオンライン学習も活用してください。7個目、仮眠を取る。情報過多の現代では僕たちの脳は起きているだけでも疲れやすくなっています。そこで集中力や記憶力の低下を避けるためにも、意識的にあなたの脳を休ませる必要があります。学びの質を高めるのに最も適しているのが仮眠を取ることです。仕事や勉強を頑張っている人は短時間でもいいです。仮眠を取ることをお勧めします。自宅でもオフィスでも場所はどこでもいいです。目を閉じてスーッと息をしてゆっくりと吐きます。それを2回から3回繰り返すと、自然とゆっくりと息が出入りするようになります。そうすることで無意識に力みが取れて眠りに落ちたような感覚になります。実際寝てしまってもOK です。でもできるだけ仮眠の一歩手前の状態のまま目と脳を休ませてください。目安は10分です。でも時間がない人は3分でも OK です。慣れてくると短時間でも脳を休ませることができます。仕事が忙しくてきつい時ほどこまめに休みを取って脳を休ませてください。8個目、30秒プレゼンをする。学びとアウトプットはセットでなければ意味がないです。インプットしたことはアウトプットしなければあなたのパフォーマンスが上がったとは言えないです。本を読んだ当日や翌日や映画を見た帰り道など、いつでもどこでも誰に対してでもいいです。15秒から30秒で感想とか内容を話してください。自分が得た知識をそのまんま外に出すだけでも立派なアウトプットになります。雑談としてどんな内容だったか短く説明するだけでもいいです。自分にとって学びだと思ったことを呼吸するように毎日誰かに伝えていると習慣になっていきます。初めはアウトプットを意識して、身近な人にあなたが学んだ内容を30秒でアウトプットしてください。9個目、 SNS やブログで発信をする。あなたは SNS ブログをやっていますか？人に面と向かって話をするのがどうしても苦手、そんな人は多いです。そんな人は SNS やブログ、 Twitter で毎日発信してください。 SNS やブログを使ったアウトプットのコツは簡単です。まず毎日1回、毎週1回とアウトプットする時間を決めてください。週1回ブログを書くのであれば、日曜日に書いてその日の夜10時にアップすると決めてください。毎日アウトプットする時間はあなたが書きやすい時間を決めて日課にしてください。この発信のペースが月に1回になると続かなくなる可能性が高くなります。斉藤先生の教え子で教師になった人は、学級通信を週1回発行したらどのネタを書くか考えすぎて続かなかったようです。そこで短くてもいいので毎日学級通信を書くようにしたところ、1日の中で書けることは限定されるため、ネタ選びに悩むことなく続けることができたようです。このように月1回や週1回で続かないのであれば、むしろペースを上げて食事や歯磨きをするのと同じ感覚で毎日発信してみてください。こうすることでスムーズに習慣化できるようになります。僕の YouTube 図書館も1日1本上げるようにしています。あなたが毎日続けるコツは、一定量を一定のペースで機械のようにこなすスタイルを貫くことです。その時の気分やノリでこなす量が増えたり減ったりすると、言い訳をしてサボることが増えます。そしてどんどんやる気が失われていきます。勉強したことは何らかの形で毎日アウトプットするようにしてください。それではまとめいきます。1個目、2週間単位でペース配分をする。人の情熱や集中力は長続きしないです。そのため重要なのは、集中力が続かない前提で自学自習のペース配分を考えることです。情熱とやる気が持つのは長くても2週間が限界です。2週間を自学自習の一つの区切りとして考えてください。2週間続かない勉強は、そもそもあなたに向いていないか、やり方が合っていない可能性があります。2週間以下でもいいです。自分に合ったペースを見つけて自学自習をしてください。2個目、隙間時間を活用する。どんなに忙しくても必ずどこかにあなたに隙間時間はあります。そこを読書に当てれば2週間で2冊から3冊読むことができます。細切れでもいいです。ちょこちょこ読み進めることが習慣化への近道です。また自分に合った環境を選ぶことが重要です。カフェや図書館などあなたが
が最も集中できる環境を選んで、その場所を有効に活用してください。3個目、自分に合う学びのツールを活用する。最近は便利なアプリやツールが増えています。学び方もどんどん多様化しています。学びのツールを組み合わせて、その時の気分や環境に合ったものを上手に活用できれば、自学自習は自然と習慣化できるようになります。紙の本だけでなく、 Kindle やオーディオブックも活用してみてください。この YouTube 図書館も同じように使えます。4個目、ペンキ上塗り方式で勉強をする。勉強で重要なのは、あなたが何が分かっていて何が分かっていないかを確認することです。どんな分野の学びでも、この本は前に読んだところまで何が書いてあったか思い出すだけでも知識の定着度は変わります。これがペンキの上塗り式勉強法です。細かい知識の取りこぼしがあっても気にせず、何度も上塗りしてください。短時間でも復習しながら本を読み進めるようにしてください。5個目、音楽を聴いて集中モードに入る。学びに不要なものを全て排除できない環境の場合、音楽を聞くことで自分の世界に入る方法があります。自学自習に合う BGM としてふさわしい音楽は何なのか、いろいろ試してみてください。またお気に入りの曲を1曲だけリピートするのも有効です。6個目、通信教育を自学自習と併用する。通信教育を併用して課題に取り組めば、勉強の成果が可視化されます。また社会人向けの通信教育は、受験勉強のようにやらされ感がないところも自学自習と相性がいいです。自学自習を進めつつ、勉強のモチベーションを高めるために通信教育やオンライン学習を活用してください。7個目、仮眠をとる。集中力や記憶力の低下を避けるためには、意識的に脳を休ませる必要があります。おすすめは仮眠をとることです。その場で目を閉じて、スーッと息をしてゆっくりと吐いてください。それを2回から3回繰り返すと、自然とゆっくりと息が出入りするようになってきます。そうすることで無意識に力みが取れて、眠りに落ちた感覚になります。目安は10分です。仕事が忙しくてきつい時ほど休みをしっかりと取ってください。8個目、30秒プレゼンをする。インプットとアウトプットはセットじゃないと意味がないです。何かを学んだら文章を書いたり人に話してください。本を読んだ翌日や映画を見た帰り道など、いつでもどこでも誰に対してでもいいです。15秒から30秒で感想や内容を話してください。雑談としてどんな内容だったか短く説明するだけでも OK です。あなたにとって学びだと思ったことを呼吸するように毎日誰かに伝えていると習慣になっていきます。初めはアウトプットを意識して身近な人に話してみてください。9個目、 SNS やブログで発信をする。人に面と向かって話をするのが苦手な人は、 SNS やブログで毎日発信してください。 SNS やブログを使ったアウトプットのコツは、アウトプットする時間を決めることです。月1回や週1回で続かなければ、ペースを上げて毎日発信してみてください。こうすることでスムーズに習慣化できるようになります。毎日続けるコツは、一定量を一定のペースで機械のようにこなすスタイルを貫くことです。勉強したことは何らかの形で毎日アウトプットするようにしてください。解説は以上です。自学自習は人生を変えます。自分で勉強する力を身につけてください。この動画で学んだことを必ずアウトプットして自学自習の力を身につけてください。今回の解説が勉強になったという人は、いいねやコメントをください。本日もご覧いただきありがとうございます。ぜひ次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録、評価ボタンクリックいただければ励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。